楽山大仏の続きです、少しずつ近づいてきましたね。船ですね。クルージングをしてます、これが民港ですね。大きな川です。だんだん近づいてきましたよ。あ、これが、これ大仏の背中だ。通過してるそうです。この支点の、おお、これですよ。これはでかい。これはやっぱ世界最大の、おお。いや、これ入りませんね、多分カメラには、うん、でかいですわ、やっぱり世界最大ですね、さすが。これはすごい。ちょっと方向変更しますね。あの、そうなの？山がすごいですね。ああいう風に、陸路で行くとこんな感じですね。いよいよですよ。いよいよ近づいてきますね。まあ船内はこんな感じです。もうオセアオセアですね、だんだん近づいてきますよ、大仏さん。もうね、これはやっぱり世界遺産ですからね、はるばる来て見る価値があるというもんですね。ちなみに右に映ってるのが、添乗員さんの坂根さん、左が、ガイドのハンさんですね。これが世界最大の大仏さんです。これでも近すぎますわ。全部入りませんね、世界最大の大仏は。でかい。ただひたすらでかい。これはすごいです。まあ有料サービスもあるみたいですけども、はい、ちょっと中継終わって写真を撮ります。シェイシェイ、在前。